こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はリージュのチャプティックです。 Like a chapstick 一本じゃつかめない、これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。パン。基本的な説明です。名前はリージュです。活動は2020年からしました。事務所は JYP エンターテインメントと、レーブルはエピックレコードジャパンです。とりあえずこの曲の作詞作曲は JYP さんです。19世紀に誕生したピアノ練習曲チャプスティックをサンプリングした上でヒップホップサウンドの楽しい楽曲に仕上げました。この曲のコンセプトについてマッコさんが、あなたの存在が必要のメッセージが込められていますとアピールしました。チャプスティックってお箸じゃないですか。お箸っていうのは2本あってこそ機能することなので、一人だけではなく、もう一人のあなたが必要ですの意味を込めています。それで今日の観戦ポイントは、皆さんのもう一本のチャプスティックの方を思いながら見てほしいです。では、行きまーす。どうも、俺来たりだ。おやすてーぼん。どうも、俺来たりっそー。뒤에너무귀엽지않아요? 아야카짱. 심지어 약간 젓가락 있는거랑 관계없는거 치고 있어요. 그냥 마시는 이게 너무 귀여운 거 같아요. 이런 식으로 이제 멤버들만 앞에 끼워주고 뒤에 여러 가지 이펙트를 활용했잖아요. 그런 비주얼 이펙트도 꼭 주목해주셨으면 좋겠다고 하더라고요. 사실은곡이되게간단한데춤이엄청어려워보여요. 잘모르는데도보니까진짜엄청어려워보이네요. 이거챌린지가있더라고요. 오, 이거꼭해야지하고봤는데저는포기했습니다. 확실히 리듬이 힙합 리듬이라서 춤도 힙합으로 많이 춘 것 같아요. 제스처도 막 옆에 힙합으로 느낌. 하나 여기가 제일 귀여워. 저렇게컷으로나누면진짜편집하기힘들텐데. 아, 너무귀여워. 딱 이 부분만 베이스가 빠지더라고. 그러면서 이 부분이 뭔가 사비같이 안 느껴지면서 중요한가? 라는 그런 느낌이 오기때문에 이 곡이 또 발매되는 날이 11월 11일이었대요. 아니, 나는 그런 거 생각한 것 같아요. 타이밍도 핏딸이라고. 그리고13일은또마요카생일이고. 아까지현이형이사비가피메로가프리코러스가약간사비같다는말씀하셨잖아요. 케이팝의특징이거든요. 사비에서는춤을격하게춰야되니까 사비직전에이제결정력을보여주는거죠. 사실리주가약간대기대구다샀다라僕たちは話したいことが多くなりますよ。そうですね。メンバーそれぞれもなんか見ながら、歌詞も見ながら、めっちゃ忙しいそうです。ビジュアルエフェクトにも注目してほしいって言いましたけど、ビジュアルエフェクトもめちゃくちゃ綺麗ですが、メンバーの顔を見ながら、ちょっとそのエフェクトには気にすることがなんかできなくて、ちょっと残念でした。벌스부분도가뭔가이에대스피커で聞くと뭔가베이스의音が多かった。야그래도뭔가니즈도뭔가似合うかな라고思ったんですけど、베이스가뭔가思いに뭔가音に뭔가下にあって、뭔가니즈さんたちの뭔가可愛な声がもっともっともっと뭔가よく聞こえて、いやぴったり、これは成功かな思いました。確かに。クラシックが元になってる曲は演奏者とか聴く人によってそれぞれの感想とか
感じる感じがなんか結構違くなってて、大体こういう有名な曲はあのちょっと派手なちょっとでっかいなんかライブホールとかでピアノで弾くのを聴くっていう感じが定番なんですけど、こういう感じにあの分解してもう一回他の形で組み立てして新しい形のこういうクラシックの曲を聴くのは本当になんか素晴らしいことだなと思いました。多分 JYP さんの曲を作るときは、まあ、曲だけをこの曲を良くするっていうだけじゃなくてパフォーマンスとか、ミュージックビデオの形とかある程度頭の中であったんじゃないかなと思いますね、うん、みんな知ってる曲でみんな演奏もできる曲をサンプリングしたのがすごくなんか勇気だと思います、うん、そうですよ、これフリーソースだから誰でもあのどの作家でもこれ使ってもいいって感じなんですけど、うん、なんかこのチャップスティックの曲をサンプリングするっていうのは本当にすごい勇気がいることですよね、作家としても、うん、お誕生日おめでとう。여기만현악기가들어갑니다클래식이라는느낌을여기서좀상기시거든요근데뭐사용된악기보면은아마림바나뭐북이나이런거전부다오케스트라악기로확실히요즘에는메타버스라고해서증강현실같은느낌으로많이하더라고요그래서그런트렌드는잘따라가지않았나싶은것같아요진짜좀어려워보이네 10년있으면준비했을것같아뭘하는지도모르겠어요지금 오, 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 今日の感染ポイントって、うん、みんなそれぞれのもう一本のお足を思いながらって言いましたけど、もういろんな大事なもう周りの人も思い出したけど、最後に結局23が僕のもう一本のお足になってほしいです。みんなが知ってる曲をこうやっていじって組み立てして作ったのは本当に素晴らしいことだと思ったし、多分僕が作ったでもこういう感じはしないと、うん、全然違う曲になるんじゃないかな。あの23になんかぴったりな曲が出来上がったのは本当に羨ましいなと思いました。ミュージックビデオが PV がすごく可愛かったです。最後の歌詞見ると一緒に明日を見たい、なんかこれで言う歌詞があるんですけど、いや僕一緒に明日見たいです、よろしくお願いします。何をよろしくお願いします。リジュさんが言ったんじゃん、最後に歌詞でなんか明日なんか一緒に 見たいと言ったから、それを返事を送りたいなとなんか思って、はい、よろしくお願いします。よく生きてて行こうと感じですよね。僕はなんかヒップホップリズムはちょっと重いじゃないですか。とリジュとあよく似合うかな思わなかったんですけれど、このマリンバとか打楽器で全部ポン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 な、もう鍵盤の音もめっちゃ明るくして、ちょっと逆にもっとポン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 の感じを生かして表現したのが素晴らしかったと思いました。今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。